合衆国のののラッパーのと歌手のジョン・レジェンドによるる楽曲であコモン,レジェンドライムフェストによって書かれた。2014年12月11日にコロンビアレコードによって発売された。この曲は1965年の地の日曜日時計を描いた同年の映画グローリー明日への更新の主題歌である。またコモンは同映画で公民権運動のリーダーである。 ジェームス・ベベルを演じている。アメリカ合衆国のビルボード・ホット100では最高で49位に達した。ミュージックビデオはパラマウント映画が監修し、2015年1月12日に公開された。曲は第87回アカデミー賞歌曲賞、第72回ゴールデングローブ賞主題歌賞、第58回グラミー賞ビジュアルメディア音楽賞を獲得した。グローリー。 明日への更新に出演し、グローリーも歌ったコモン。ミュージックビデオはパラマウント映画が監修し、2015年1月12日にコモンの公式ビボアカウントで公開された。2015年1月5日にアメリカの朝のテレビ番組グッドモーニングアメリカにコモンとレジェンドが出演して歌った。2015年2月8日、カリフォルニア州ロサンゼルスのステープルズセンターで、 開かれた第57回グラミー賞の受賞式で二人はこの曲を演奏した。2015年2月22日、第87回アカデミー賞受賞式でコモンとレジェンドはセルマのエドマンドペタス教のセットでグローリーを歌った。楽曲はアカデミー一家曲賞を獲得した。2015年10月、コモンはカリフォルニア州コンプトンの学生合唱団の前に サプライズ登場し、グローリーを歌った。このプロモーションは、オンラインオークションや商品販売を通して、事前資金を調達する、施設インターネット会社を混ぜにより運営された。グローリーは、ビルボードホット100で、初登場92位、最高で49位に達した。グローリー4時32分。ありがとうございます。